ず絵の場所はどこでしょう。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。おはようございます。さあ、今日はですよ、うん、まあ、画伯二人がね、うちにはいらっしゃいます。はいはいはい。うん、まあ、まあまあ、普通うまいからね、まあね、では、絵には自信はある、確かに、うん、ちょっとなんか聞こえてきますけれどもね、うん、あの二人の絵の実力はね、ちょっと他の以前の動画とかで見てください、うん、はい。まあ、だから要はこの二人がですね、うん、あの、とんでもない実力をお持ちなので、絵が、うん、その二人が、うん、お互い30秒ずつで、うん、ワンピースの場所、うん、スポットですね、うん、をお題もらったのを30秒かけます。で、30秒で加湿します、うん、合計1分でこの2人が描いたものを私が当てるという協力企画です。あ、本当じゃん、じゃんね。あ、なるほど。え、影とかはいいの？陰影はどうですか？やった方がいい。そんなことできるの？陰影とかできるの？影とかどの口が言ってるんだから。はい、だからこれ協力なんで、はい、全員でちょっと全問正解目指して頑張りましょう。はい、はい、それでいきましょう。お願いします。前にキャラが出会ったかね、うん、2人がそのキャラクター、あ、やったっけ、あ、やった気がする。あ、やったか。で、星さんが全然やることなくて、なんかちょんちょんしか、あー、やったみたいなね。ちょっとだいぶ前にやった。なるほど、ね、ということは場所なんで、場所か、見ながらでいいんですよね。マジか。え、見ながらでいいの？いいよ、見ながらで。だって見ながらじゃなきゃ多分もうね、誰でもできないと思う。簡単じゃんね。簡単だよ、うん。一回やってみる。本当に簡単だね。見て簡単だったら見なくてもいいです。そうそう、見なくてもいいですね。そうか、見なくてもいいです。一回見ていただきます。一回ね、はい。見るのは何秒見ていいの？ずっとはダメだよね。え、どうだ、ずっと見ていい。ああ、確かに、見ながら書いちゃ意味ないわ。そうそうそう、最初5秒じゃ見ていい。5秒だけ、5秒だけやって。いや、5秒だけ今バーンってね。2人とも最初5秒見てください、2人で。ああ、全然 OK、 全然 OK、 その方がいい。いいよ。え、どこが来んだ、当てるかな、はい、これ。じゃあ最初の題はこちらでーす。バン。役所でーす。役所。ではじゃあ2人、はい、5秒だけ。どっちか行く？どっちか。あ、どっちか行ってもいいですよ。じゃあ僕から行きます。オッケー。先5秒見ましょう。あ、5秒だ。では最初5秒見てください、こちらです。はい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 。なになに、楽勝。もう出て、もう出て、1、0。はい、お湯を言う。スタート。うん、スタート。勝った。じゃあ勝った。それではいきます。勝った、勝った、マジで。30秒ずつですよ。ナイスナイス。どこまで、スタート。逆に今どこまで描こうか悩んでる。そこまで。すげえ、いっぱい描きたい。そんな3段までできてんの。いっぱい描きたい。あとの人なんでしょ。でも描いた方がいいでしょ。すげえ、ちゃんと黙々と描いてんじゃ。いいよ、全部いけちゃう。9。あ、じゃあ描くスペース結構なくね。そんなでかく描いてるの。俺描くスペースなくね。3。え、何？2。ちょっと俺描くスペースなくね。はい、終了です。え、俺描くスペースなくね。はい、ロシさん行きますよ、スタート。ちょっと待って、俺描くスペースなくね。30秒ずつだからね。え、どうしよう。なんかもう揉めてない、なんか揉めてない、なんか俺描くスペースないじゃないですか。一回じゃあケイさん描いたら見せた方がいいかもな。9。はし、確かに。5 4 3。すげえ静かに描いてんじゃん。1、ゼロ。いいよ。え、余裕。いいよ。先にどうすればいいじゃん。じゃあ先に、あ、まあ、こちらですで見せて、うん、こちらですで。はい、こちらでーす。かけた？うん。これ余裕だ。うん。マジで？うん。では悪いけど、高橋さん。本当。じゃあ見ちゃうよ。本当に、はい、見てください。はい、見ます。はい。本当余裕でしょ。余裕でしょ。やば。余裕でしょでも。いや、青。青鬼みたいな人いるじゃん。あの YouTube 青鬼いるじゃん、ここに。右下に、左下に青鬼も来たのかな。青鬼もいるじゃん。いや、もう分かるけどね。本当だ、青鬼いる。青鬼、誰これ描いたの。青鬼描いた人、青鬼となんかこのなんか細めの青鬼描いた。おいおい、いやいやいや、青鬼いらないよ、別に。でもまあ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 、でもまあまあ分かるよ。分かるでしょ。まあ伝わるわ、うん、あの、絵っていうよりはあの象形文字だけどね。なんか楽勝でしょ。だからまあまあ分かります。はいはい、シャボンディショット。正解。うわわかるわ。役所じゃん。あの、まあ、いらないのか。ここいらないけど。違うんだよ。何？もうね、うん、俺こことこことこれしか書いてないの。だって全部書き終わってんの。書くスペースね。もう何書けばいいんだみたいな。埋めてあったんだもん。埋めてあったの。だから埋めてたのね。どうしようみたいな。書くスペースねえんだもん。びっくりしたよ。やば。
やばいな。これ楽勝だね。図形なんだよね、もうだから、ね。意外といけるな。このゲーム余裕ですか？余裕余裕。いける。見ちゃうと楽勝なんじゃない？本当に？楽勝。あれ？なんか見ちゃうと楽勝な気がしてきた。楽勝。まあ、次もじゃあ一回見てやってみる？見てみる？まあまあシャボンでは特徴的だもんね、まあ、このシャボンがね。他はちょっとね。どうなるか。オッケー。ミラクちゃんも全然場所行ってくれば多分わかる。わ、すげえ強気だな。はい。じゃあ次から星さんが赤でね。はーい、書きます。ちょっと見づらかったんで星さんが。はい。言ったら星さんは活躍はあんましてなかったから。そうそうそう。じゃあ次チェンジしてみるか。活躍とか先書いてもらって。あ、先書いてもらって。チェンジ、それはね。うん。じゃあ次のお題これでーす。バーン。はいはい、もうわかった。え、何？もう見えた見えた見えた。え、見てなくて見えてるよ。俺見えてるよ、絵は。俺の絵は。すげえじゃん。え、すごくない？結構むずいですよね。今も見えてない、なんとなく。ではうん、でも見えてる。5秒見てください。でも見えてる。よーい、スタート。あー、やっ、あ、なるほどね。2、1、はい。早っ早っ。え、おじさんが行く？ちょっとイメージと違ってた。危ねー。おじさんが行く。違うかい。いいよいいよいいよ。いきます。はい、よーい、スタート。頑張って、わかりやすくね。特徴書いて。特徴あれ、いけるから特徴あれ。俺一人って感じなくてもいいんだよね。いや、でも感じさせてもいいっすよ、全然。やばいよ。ちょっとやばいとかやめてよ。頑張って。大丈夫ですか？どうしよう。4、やばい。3、2、1、よし。なんか余計なのが来たぞ。まだね、俺だよね。はい、よーい、スタート。頑張って。これ、星さんのやつ消してもいいの？ダメじゃん、消さないで。消さないで。もうそしたら意味ないじゃん。全部消してたら自分のできるじゃん。なんで。もう一回1回。もう一回1回。ありえないじゃん、全部消すとかさ。ダメ？ダメです。そうだよ。もう一回1からとかクソ面白いね。星さんが書いたやつ消して。ここ頑張ろう。やば。5、4、3、2、あ、待って、時間足りない。時間足りない。0。ああ。あ、でもいい、うまいうまいうまい、面白い。あ、時間が足りなかった。そうですよ、うまくいった、うまくいった。いい、はい、分かると思う。こっちですね。先にじゃあ皆さんに書いたのこれです。はい、これうまく書けた気がするな。うん、特徴捉えてるね。なんせどっちがいいですか？どっちは特徴捉えてました？まあ、だから最初に書いた方じゃないの？じゃあ、いいですか？消すとか言ってましたよ。はい、じゃあ、いいですよ。はい、はい、います。はい、はい。やばいわ、ちょっと待って、何これ。全然わかんない。嘘でしょ？全然わかんない。嘘でしょ？何これ。いや、嘘を言わないでよ。どこの盛り上げようとしないで。いやいや、何これ。 1、2、3、 わかるでしょ。何これ、1、2、3って。やば。1、2、3って。え、何これ。あれ、書いてあったの。あれ、違った。書いてあったよ。あったよね。ボスさんが書いたやつ消してもいい。え、何これ。上には何が、処刑台か。処刑台。え、でもパッと見この形っぽいのがマリンフォードでも1、2、3ってないよ。あーあー、1、2、3ってそういうこと。いや、自信な。いやいや、え、もう1、2、3だけだわ。もう街に1、2、3があるとこだけで出すわ。もう処刑台とか消す、もうなし。処刑台とかの周りのモヤモヤ全部消して、一回1、2、3だけで。はい、いいですか。ちょっと自信ない。はい、この1、2、3が、うん、多分そのドックだとして、1番ドック、2番ドック、3番ドックだとして、うん、ウォーターセブン。正解。うおー、いやいや、ひどい。噴水、これもっといけるでしょ。これ噴水ってことでしょ。噴水みたいな。でしょ。なんか上になったね。赤は、おじさんです。いや、いや、もっと開いてないでしょ。これ多分、これ1、2、3なかったらマジで分かんないと思う。だから、おじさんの消していいって。だから、こことか消したかったのよ。あー、なるほどね。だってあれ見たとき1、2、3だけあったから。ちょっと多すぎちゃったよ。いっぺんかけだけね。なるほどね。いっぺんかけ。確かにそこにしてやる。いや、これもうちょっとあるでしょ。なるほど。まだ1、2、3からここが多分分数なんだろうなって。でも分かったわけでしょ。ね、分かったわけでしょ。ギリギリよ。よし、じゃあ次。5はやんないと。頑張って。はい。頑張れ。次はこれでーす。あー、はい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 。それはなしね。はい。では行きます。はい、よーちょっと待って、5秒でしょ。はい、スタート。え、ポジさん、僕が先。あ、ポジさん、じゃあケイさん先。あー、これ楽勝。もうできた。あ、マジで。もうできた。俺はもうできたよ。行きます。じゃあケイさんが先。よーい、スタート。ずるいな。頑張って。すげえ、うまい、うまい。ケイさん、うまいの。ケイさん、うまい。じゃあ、いけんじゃん。季節の名機のね、名前とかは基本
書いてあってもなしにしてる。あ、なるほど。やっぱさ、割れちゃうから。そこはね。伝えに行こう。でもこういうのもあったな。伝えに行こう。あ、うまい、ね、うまいんだ。これだけでいいんだ。うまいんだ。うまい、うまい、うまい。じゃあ、いけんじゃん。変なもん、これ。2、1、終了。はい。よー。はい、じゃあ次、星さん。ちょっと待って、なんか角度がどこだ。頼む。よー、スタート。頑張って。なんとこ全問正解ですか。やば、そうだよ、すごいね。俺やばいやばい、なんかおかしくなっちゃった。おかしくなっちゃった。いやいやいや、頼むよ。おかしくなんないで。おかしくなんないで、お願い。おかしくなっちゃった。おかしくなんないで、ほんとにお願い、頑張って。さあ、ここから書いてあるのはこれです。よーし、バン。言えたー、そっくり。どう、ほらミディアムと一緒。行きました。そっくり。はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。さすがわかんない。もう完璧ですよね。これはさすがわかる。すぐでしょ、ピンときたでしょ。あ、これでね。ほら、ピンときたでしょ、これ。まあ、あそこで合ってるよな。いや、まあ、まあ、多分大丈夫。もしやれなら赤は見なくてもいいし。うん、いやいやいや、全部見てよく見て。はい。詳細の部分。まあ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 、まあ、わかるわ。どうよ、ほら。あ、これはわかる。だから俺らにやっぱり、絵見たらもう簡単ってことですよ、だから。いや、一緒だわ。いいっすか。うん。アーロンパック。正解。謎。謎、びっくりした。え、違うんだと思っちゃったの今。ほら。ほら。これは分かった。上のこのね、あのこの歯がすごい良かった。ほら。ほら。ここの歯もいいでしょ。まあここまでもない。こんなとこホットドッグあったかなと思って。横にホットドッグ入ってんな。赤は。赤は星さんです。なるほど。だからこの門は確かに分かりやすい。ね、よく門あるからね。これ横のホットドッグが。こんな。いや、ホットドッグあったよ。あったよ。あったよね。分かるけどホットドッグではないよ。あったよね。あったよ。分かるけどホットドッグではない。はい。ほら、いやでも分かる分かる、これは分かった。さっきとか、いや結構楽勝。え、もう楽勝なんだけど。いい、でも見ずに行く。もうもうどうする。見ずに行ってみようか。じゃあ行ってみるか。見ずに、見ずに行ってみます。じゃあこっからちょっと難易度アップで、もう原作の絵を見ない。2人イメージで描くわけ。イメージ。はい、いきます。次はこれです。バン。笑ってっけどな。え、待って、え、どうどんな感じだった。笑ってるよ。急に弱気になりそう。急に弱気じゃない。え、ちょっと、なになになに、急に弱気じゃない。え、ケイさん、もういいね。わかんない。もしなしでね。ケイさんからか。おいしゃ、頑張って。いやいや、ケイさんからね、これ。あ、ケイさんから。ケイさんから。なんで聞かれるの。じゃあ、どっちもですよ。ケイさんから、ケイさんから。怖いなりすぎる。やりますよ。怖い、怖い。なんで俺からだろう。怖い。すごいなぁ。頑張った。感心してんの。そうなのか。絵見なくなった瞬間、急に弱くなってんじゃん。めちゃくちゃ、え、どんなんだっけ、どんなんだっけとか言って。全然わからん。俺全然わかんない。頑張って頑張って。特徴特徴。特徴がありゃいける。9、8、7、特徴書いて。6、頑張れ。5、4、3、2、1。笑ってんじゃん、もう。笑ってんじゃん、もう。いきます。よーい、スタート。あれ、俺が、目指してる場所合ってるよな、方向性は。おじさん頑張って。いつになく真剣じゃん、マジで。マジで真剣じゃん。これ合ってるよな。もうひどいって聞こえてくるよ。合ってますね。合ってるよね。俺も書きたい場所合ってるよね、イメージはね。俺もそう思うんだけど。7、6、頑張って。やばいやばい、なんか俺も頑張るから。やばい。全問正解いこう。2、1、終了です。笑ってんじゃん。じゃあ、じゃあ先にね、皆さん、はい、行きまーす。むずの、はい。途端に、途端に書くことが少なくなってんのか分かはい、はい、めっちゃ難しかった。見ないと、せーの、はい。いやいや、さっきと一緒じゃん。アーロンパークと一緒じゃん、この後ろにある段々のやつ。なにこれ。いや、もうね、見ないと途端に難しい。なにこれ。いやいや、途端に難しい。いや、これ、もう意味が分かんないの、これ。意味が分かんない、これ、いるこれ。これ、同じような2個が、なんで4足高校の人と2足高校の人がいるこれ。なにこれ。なにこれ。じゃあんまりいないんだけど。そう、場所を書けって言ってんの。場所を書いてねえの。そうだ、場所じゃなくて人を書いてんの。しかもいらない人。いらない人。しかもこの顔何これ。これいるこれ。とりあえず書くもないから書いちゃったみたいな感じやこれ。ひどすぎでしょ、これ。これいらない、絶対。何これ。だってもう、形が完全にアーロンパークと一緒なんだ。さっきのアーロンパークと何にも変わんない。難しい。これ見なきゃダメだ。何これ。私は伝えられない。私は伝えられない。もう本当わかんない。でもね、ちょっと、でも、これでいくよ。もうこれでいくしかない。もうこの、
この人型の何か初めて難しかった。でこれが天竜人だとして、後ろがなんか城だとして、だからパンゲア城だとして、マリージョは正解。よく言ったよ、よく言ったな。分かるか、よく言ったよ、ね、頑張ったね。どれ次の問題はこれです。バン、はい、いやー、はい、想像つかねえな。はい、行きます。ちょっと待って、はい、あ、もう行くのか、そこ見ちゃいけないんだよな。うん、見たい。よーい、スタート。すげー集中してる。ケセ頑張って。あ、ちょっとでもな、忘れちゃったな。ケセ頑張って。なんか、あれが…あー、そういうことね。え、伝わってんだ。俺分かってる。あ、そこ伝わってんだならいいんじゃない。ちょっとこれ続き足りなかったら書いてください。あ、でもそれはできない。続き分かんないから。何続きって。え、そんな感じだっけ。違う気がするよ。さあ、やべやべやべ、なんか不安がってるよ。え、ちょ、終了します。あー、待って、何書いてないんだっけ。ちょっと待って、何書いてないんだっけ。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、スタート。テンパりすぎでしょ、テンパりすぎでしょ、頑張って。うん、頑張って。いける、いける。笑ってんじゃん、笑ってんじゃんよ、笑ってんじゃん、もうもう一枚やっとこうかな。ねえ、うん、いけるよ。5、4、ちょっと待って、2、1、もう焦ってんじゃん、めちゃくちゃ焦ってんじゃん。せーの、あ、はい。やば、なになにこれ、なに、めっちゃ怒ってる人いんじゃん、ここめっちゃ怒ってる人いんじゃん、なにここ。え、なにこれ、どういうこと、どういうこと、なにこれ。え、何の、どういうこと。星さんが何これ、ギザギザしか書いてないじゃん。で、何この丸、何この丸。なんだこれ、何これ。え、どういうこと、どういうこと。今のところ、やべ、2個出ちゃってんのよ、今。2個、2個出てる。1個に絞る作業をしてほしいですよね。いや、してほしい。こっちのセリフだよ。そここっちでやんないと俺無理なのよ。NS ロビーかインペルダウンだと思うんですよ、この階層な感じで。なんかこうやってるんで、確かに、あ、 NS ロビーの書き方多分分かんないだろうから、こういう感じで。いや、でもこのこれ階段だよね、多分ね、多分これ階段だよね。で、なんでこれ一上から2段目怒ってる人いっぱいいるの。めっちゃ怒ってる人いっぱいいるじゃん、これ。なんでこれ怒ってる人いるの、これ。で、一番上なんかよく分かんない形のやついっぱいあるし。え、どう、マイクし、いいっすか。はい、はい、はい、インペルダウン正解。おー、分かった。いやいやいや、バレた。いや、もうバレた。階層で言ったよだけよ、もうこれ。階層が多分なんかそうなんだ。なにこれ、なんなのこれ、怒ってる人いっぱい。俺も分かんなかった。いや、分かんないよ、それは。え、俺も、え、俺も分かんない。あの、これは、うん、本当は、ね、何を表したの。寒いところの、うん、あ、氷を表した。そういう人だ。何回か分かんない。あー、そういうことか。俺もこれ何か分かんなかったんだよな。何だろうと思って。これ一番は火です。暑い、暑いところ。あー、氷をね。そう、氷を表したかったんだけど、分かんなかったんだ。分かんない、階層が分かんないから。これでだいぶ下っす。そう、そう、何回かこう読んだんで。そう、分かんないよね。どうしたの、これ、ね、階段。階段。これ丸いのは何これ。なんか書こうと思ったらね、うん、時間切れない。いや、よく分かったな。いや、すげえ、やっぱすごい、でもほとんど当たってます。いや、全部正解ですよ。いや、すげえな。すごい、すげえよ。分かりやすいもんやっちゃいましょう。分かりやすいんだよな。分かりやすいんだよ。分かりやすくはないよ。高橋さんでも分かるって言ったら分かりやすいんだよ。おい、待て。俺だから分かってるよ。ラスト。はい、ラストね、これです。はい。どこ？あそこ？行けんの？うわ、でもどう書けばいいんだろう。やる前はさ、やめてよって言ってさ、当たったら当たったらすげえドヤ顔すんのに。もっと頑張って。もっと頑張って。って言ってるじゃん。頑張って。特徴ね、特徴。特徴書いていこう。頑張って、全問正解いこう。全問正解いこう。全問正解。5、4、3、2、1、はい終了。これは来たぞ。来た。行った。これは来たぞ。せーの、はい。はい。行った。
ださいはい、はい、いいですか、うん、はい、見ます。はい、いや、さっきと一緒じゃん、なんかじゃ、何この人、何この人何これ、空飛んでる人で、何これえ、これだけ見たら、あのさ、ジェルマのさ、あれだよね。で、なんでその城の中に入ってるのえ、どんな絵を表してるのこれ。え、まあ、答えてくれよ、なんでもいいから頼む、ね、この人なんなの、この飛んでる人、これ人なんこれ、これ何これ、何が描きたかったのこれ、これ何描きたかったか全然わかんないんだけど。え、じゃあもういいですか。はい、え、ジェルマ王国。正解です。当たりかよ。やったじゃねえの。危なー。やった、これもう計さんのこの全然虫っぽいのなかったらもう無理よ。何この飛んでるやつ。危なー。飛んでるの何これ。危なー。これ何これ、なんか飛んでなかったっけ。ジェルマ、ジェルマの人飛んでなかった。キャラ描いちゃダメ。キャラ描くなって言われてるの、なんでキャラ描いてるの。飛んでなかったっけ。だからこれはすごい。いや、思いつかなかったわ。もうすごい、ナイスナイスナイス。全然無理。だからオシさんが最初これを描くの、最初に。邪魔じゃん、めちゃくちゃ邪魔じゃん。こんなのここに書かれたらさ、え、どうすんのさ、ここに書かれたら俺書けないよ、場所ないしっていう感じ。急にアーロンパークまた出てきて、アーロンパーク何回言うんだよ。アーロンパーク書きすぎだよ。本当にが白があるじゃん。もうアーロンパークも、アーロンパーク出てくるじゃん。ねえ、マリージョン、どうしようみたいになるわけ。大体お城があるんだよ。大体城書くんだもん。そうだよ、王国だもん、王様がいるんだから。しかも似たような城、全部同じだね。全部このトロフィーのね、表彰台みたいな。やばい、キャラで分かわせてるだけ。そうそう、面白い、しまい。はい、はい、そんな感じでした。はい、皆さん分かりましたでしょうか。はい、二人の画伯に拍手。全問正解だから。全問正解だから。頑張った、ね、すごい。なんだかんだやっぱり分かっちゃうんだよ。分かっちゃうんじゃねえ。頑張ったんだやっぱりね。だいぶこっちひねり出してる。絞り出してる。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。通知ボタンもぜひオンにしてね。よろしく。明日も楽しもう。またね。星さんのこれ邪魔すぎ。